自から4節です。共に読みたいと思います。この福音は神がその預言者に通して聖書において前から約束されたもので、御子に関することです。御子は肉によればダビデの子孫として生まれ、清い御霊によれば死者の中から復活により、王のによって公に神の御子として示された方、私たちの主イエス・キリストです。今日も神様の前に礼拝捧げて崩れない矢を立てるよう祝福します。ある笑い話があります。学校で子どもたちに宿題を出しました。古大陸六大宗について宿題を出しました。しかしその意味を間違って調べてきました。例えば六大酒のことを発泡酒、焼酎、梅酒みたいにお酒の種類を間違って調べてきて、先生に怒られて家に帰って父に恨みました。なぜ叱られるようにさせたのか。ただ笑っていい話ではなく、私たちも間違っていることについて集中して生きていくんじゃないかと、間違っていることを堂々として生きていってるんじゃないかと、福音を自分の都合のいいように判断して解釈する人が多いです。未信者たちがよく言う言葉があります。イエスを信じる人は口が多いと、そして水に酔われても仰向けになって口だけ水面に浮き上がってしまうだろうと、未信者たちもイエスのことについて、イエスが4人の聖人の一人だと言っています。そして教会通っている人を見ると、落胆する人々の共通点があるんだとしたら、神様が自分の問題を解決されてくれない、私の祈りをいろいろ答えをくれないと、このすべての話が福音を本質を見失っていることです。マルコ7章7節です。人間の教えを教えとして教えるだけだから、人間の教えを教訓として教える、その御言葉は何なのでしょうか。사람들의기준을가지고教えとして教えるということは、規則を守ることで救いを受けたように信仰生活を
うまくしているように錯覚の中にいることです。本質を見逃してしまうと信仰生活ができないです。逆に言えば本質を握れば全てのことがついてくるわけです。マタイ6章33節に神の国との国とその義をまず第一に求めなさい。その本質を握ればそのさらに上のものも加えてくださいます。イエス様が言いました。あなた方は私を誰だと言うのか。ある人はエレミア、聖霊ヨハンなど語りました。非本質であります。しかしペテロは主はキリストであり生きる神の御子であると。바요나시모나네가보기또다이를네게알게하니는혈기아니요하늘에계신내아버지시다말씀입니다여러분세례요한은강야에서외치는자라였어한마디로세례요한은말이란말이에요아라노데사케비모노다토이마시다사람들의말따라히토비토가이렇게저렇게흔들리고마리노요론니사유사레마스소리같은말이죠근데우리는여론따라말따라소리따라움직이는사람들이아니라しかし私たちは周りの口に左右されるんではなく神の御言葉で그게우리의기준이되면안돼요여론들生きているのです。그게우리의기준이되면안됩니다왜냐その人の言葉は参考になるなりますけどそれが本質になってはいけません。여러분일반종교에서도능력을나타냅니다엘리아를대표하는부분들이뭡니까일반종교の中でもその力を出す능력을행한사람이엘리아입니다力を行える人がいます。しかし大勢の人はその力が全てだと信じてついていく人がいます。もちろんボランティアや救済などの活動についていく人もいます。しかしそのことは他の宗教でも行われていることです。さらにもっとうまくやっています。しかしそれらも本質ではありません。また教会があるプログラムや行事などの中心として行えることもあります。それをやりながらその達成感によって感じることもあると思います。しかしもちろん必要なないわけではありません。しかしそれを中心として動かす教会もあります。しかしそれはついに疲れてしまいます。そのことを陥っていくうちに、私はできないんだろうなと。また聖書の研究も間違ってはいけません。その研究を間違ってしまえば教会のこともおかしく間違って見てしまいます。そのすべてのことは非本質であります。ある意味で
イエス様があな、私を誰だと言ったいいのかと聞いたときに、躊躇なくイエスのことについて語っているのが、もしかして私たちの様子ではないかと、本質ではなく非本質なことを語っている私たちの姿ではないかと、またそのことが私の中に見慣れているんではないかと、それが私たち自身を壊す矢倉のわけです。그런상태에있지않는가를우리자신들을날마다살펴봐야합니다그래서중요한것은여러분정말로우리는대주요나노와본시츠노니오이테본시츠노코토데본질을놓고고민하고考え込んだり본질밖에비それについて考察することです。본질에관심없어요。しかし人は本質のことに興味がありません。その本質のことをよく考えるべきなのに、人々は興味がありません。本質っていうのは絶対的なものです。しなければならないものです。やってもいい、やらなくてもいいということではありません。上辺のものではなく根本的なものです。私たちは上辺だけ何かを語りますが、その中にある根本的なものを見なければなりません。韓国の教会で大勢の若者が今離れています。その周りの空気を 見ながら、周りの空気のため教会から離れています。福音以外のことを、他のことを知っておけば、知れば知るほど教会から離れていきます。他のことではなく福音の本質を回復するよう祝福します。本質を 見失うと全てを失います。このことを契約として握るよう祝福します。本質の中にいて本質を味わっていれば、私の軟弱弱さ、物が構いなく神様が見働きます。今日二つを見ます述べたいと思います。まず一つ目、福音の本質は何なのでしょうか。福音の本質は神の愛です。神の恵みであります。また神の憐れみ、また神の救いであります。愛と恵みと憐れみと救いによって皆さん今日この場にいることを信じていきたいと思います。
ヨハネ福音書3章16節に창세의3장으로말미암아하늘을뜨난세상神はこの世を愛された멸망당할수밖에없는세상그세상을살릴べきこの世を神が愛された독생자를주셨으니왜사랑하신독생자를その一人子をお与えになったほど愛され멸망받는세상속에서그를믿음으로말미암아멸망하지않으리라.それは御子を信じる者が一人と一人として滅びることなく永遠の命を持つため。4장9절10절에말씀하고있습니다.요한의노태감이第1 4章9절から10절神はその一人子を世に遣わし。その方によってまた神の愛が私たちに示されたなぜその一人子をこの世に使わせたのか神の愛が福音の本質であります。하나님을사랑한것이아니오하나님이우리를사랑하사그렇습니다나는내가믿고하나님께놓은줄알았는데아니에요하나님우리를먼저사랑하시고말씀하셨고하나님의것을아시되하나님부르시지않으면하나님의말씀말씀했고요내가하나님을사랑한줄알았는데아닙니다하나님먼저소대하나그하나님이사랑은私たちを愛されて私たちの罪を解決するために私たちの罪のためになだめの供え物として御子を合わされました。また福音の本質は神の恵みであります。ローマ人へ手紙3章24節です。ただ神の恵みによりキリストイエスによる贖いのゆえに値なしに義と認められる。愛されたのは私たちに条件があるのではなく一方的に恵みをくださるためであります。カルビンが聖書のことについて5つ語ったことがあります。まずは人間はもともと堕落したものです。なので神様が私たちに対する条件などありません。それについて無条件の愛だと言います。無条件で私たちを選択されました。エベソ人への手紙2章8節です。あなた方は恵みのゆえに信仰によって救われたのです。私たちが何かをして救いを受けたわけではありません。神様の恵みによって神によって神の恵みによって神の子供になったわけです。私が持っているキリストが私の義としてなり成し遂げられています。なので神の恵みじゃないとこのように生きていくことができません。
神の恵みじゃないと一瞬もこの世を生きていくことができません。また福音の本質は神の憐れみです。エベソ手紙2章4節です。憐れみ豊かな神、憐れみは限りなくこらえること、長い間待つことです。あくまでも許すことです。この場に私たちがいるということは、恵みによって神の憐れみによってこの場にいるわけです。毎日私たちが犯している罪によって罰を下るんだとしたら、このように生きる人は一人もいません。なので神様が値なしに私たちを呼んでくださって、その福音の証人として立てました。キリストが憐れみの基準であります。また2章5節に、罪禍の中に死んでいたこの私たちをキリストと共に生かしました。この場にいる皆さんは、キリストと共に憐れみを受けたものです。また神の救いを受けたもの、我々は福音の本質であります。人間の努力では罪の問題を、罪を解決できません。サタンの呪いから抜け出すことができません。その救いを人類のために、救い行われました。救いの御働きはキリストによってすべての罪、災害から救ってくれました。なので私たちには創世記1章27節から28節が回復します。私たちに与えた命は、ヨハネ福音書10章25節、私はよみがえり命、また私を信じる者は死んでも生きるのです。すべての罪から私たちを救い出して、私たちの中に永遠な命をくださいました。なので私たちは誠な自由を味わいます。ヨハネ福音書8章32節に、あなた方は真理を知り、真理はあなた方を自由にします。
참된 자유함이 私の 부신고 과거 から 우리가 신앙생활 하면서 마코토나 지요 아지와요 축복합니다. 또 교회 안에서 사람들을 보면은 갈등되는 일들도 있고 고민되는 일들도 교회가 교회에 人々を 見ると 그러나 葛藤があったり、またその人によって試みにも合うと思います。 それらの答えはたった一つ、キリストであります。そのキリストが命であり、力であります。そのすべてのことがキリストの中にあります。その命のキリストを味わうよ祝福します。2つ目です。ある意味では一番よく聞いて語っているのが福音です。そうだとしたら福音を本質を知って、福音の特徴を知って、すべてのことを知っているんだと思います。それは福音については子供たちもよく知っています。イエスはキリストであり、すべての問題の解決者。私は世界福音家の世界福音家をする宣教師。すべてのレムナントは、レムナントたちは一方的にその言葉を聞いて、問題の中にいると、その問題の中では自分の限界に向かいます。その問題の中にいると、皆さんはその福音を味わうチャンスだと思っていただきたいで、いただきたいと思います。イスラエル백성들이출애굽했습니다언약을붙잡고출애굽했었죠그러면그것이복음을이스라엘이스라엘의民人が出エエジプトをしました。その出エエジプトの契約を約束をくださいました。홍해가가로놓여있었고강야길을가는동안에여러가지이런저런많은사건들이있었습니다그런데사실을알고보면에집트의사인이전부다그것은복음알고있는자들에게사마자마나모노고토가ありました소레고가이노와탔다리군타이니오와릴고토소레라노문다이가후쿠인오다시카메르지국교데ありました。しかし機会を逃して神のことを恨みました。モーセはそのものことを神の自己教だと信じて それらの問題は神のことを、神の力を体験する、また確かめる機会であります。創世記中2章にアブラハムに言いました。あなたを祝福する者は祝福し、あなたを呪う者は呪うんだと。また創世記12章中節にその地に
飢饉があったので、その場で自分の妻まで取られてしまいました。その地に飢饉があったら、神の自己教は 何なのか求めて行くべきなんですが、その神の計画を、神の契約を忘れてしまって、神の力を体験できませんでした。私たちもそのことについて同じなんじゃないかと思います。私たちに全ての悩みや葛藤、全てが神の力を体験、確かめるチャンスだと思っていただきたいと思います。ダニエルも祈りに関して問題を解決するよう祈ったわけではなく、神のことを確かめる、体験できるチャンスだと思いました。その問題の中で堂々大胆に神のことを語るよう祈りました。本当に契約を握るんだとしたら、その問題にあっても大胆に神のことを語り、挑戦する行くべきだと。そのダニエルはイスラエルに向けて祈りました。そのイスラエルに向けるということは、キリストが来る土である。そのダニエルの心の中に確信がありました。問題から答えをくださるのをことを確信があったので、大胆に祈っていました。またヨブです。ヨブは町の中でお金持ちだったのです。しかし家が崩れてしまって、すべての子供が死んでしまいました。また体ところどころでは腫れてしまって、みんなからからかわれました。しかしヨブはそれにもかかわらず、与えるのも取られるのも主であると告白しました。なのでヨブは契約について確信がありました。皆さんも問題の中で揺れずに信仰の器を
備えるよ祝福します。이런저런말들가지고오히려더말들을붙들이고정말로그어떤것도하나님의사랑과은혜와긍휼로말로구원받은하나님의자녀된저와여러분을무너뜨릴수없음을깨달아야합니다その福音以外のことが皆さんを崩すことはできないということを信じていただきたいと思います。今日福音を定義について本文の2節から4節から語っています。前から約束されたものです。あらかじめ約束しました。アダムとエヴァが霊的な死の状態になったとき、創世記3章15節を契約をくださいました。アダムの子孫として生まれたものは現在をもって生まれます。その罪の償いは死です。そのキリストに来るのは現在があってはいけません。問題は様々でも、神がくださる答えはたった一つ、イエス・キリストであります。どんな問題を持っていても、他のことを探さなくて、キリストの中にいるよ祝福します。一瞬その問題を解決しても、全て解決されたわけではありません。そのキリストが肉の形でこの世に来られました。創造主である神様が世に人間の形として来られました。重要なのは、キリストの見働きのためにこの世に来られました。ただ病に抱える人たちを助けに来たわけではありません。キリストの見働きのため、その見働きは何なのか、今日4節に書いてあります。キリストの見働きは、清い御霊によれば死者の中から復活により、王のによって公に神の御子として示された方、主イエス・キリストです。死者の中から復活したのが神の見働きであります。自分自身のために来られたわけではありません。罪である私たちを救うために、その 死で全てが解決されるんだったら、パウリ・コリント전서15장에부활장을통해서이야기합니다。너희가믿는믿음이헛것이다。예수그리스도부활이없다면너희믿음이헛것이고세상에가장불쌍한자다했어。여러분그리스도의일이무엇입니까？죽으심과부활입니다。キリストの御働きは死と復活です。저와여러분이도저히해결안되는원죄와자본죄와조상숭배죄우상숭배죄들완전히해결私では解決できない、全ての現在사단의운명에서완전히우리를건지셨습니다。
現在から私たちを救い出しました。福音の本質はキリストです。キリストの死と復活により、復活によって全ての問題を解決してくださいました。結論です。この福音は私のものになるべきであります。個人化です。個人化です。6節、ローマ人への手紙1章6節です。イエスキリストによって、それが個人化、イエスキリストが私たちのためにこの世に来られたことがあったら、キリストのことを認めなければなりません。キリストの中で人生の答えを得て、キリストによって癒され、キリストによって生活の目的を発見するのを福音の個人化です。見つかれば見つかるほど福音の能力が出てきます。誠な福音を力を持っている人の生活は何なのか。ピリピ人の手紙2章2節です。福音の本質の中に人の生活です。私の喜びが満たされるように、あなた方は一致を保ち、同じ愛の心を持ち、心を合わせ、志を一つにしてください。一致を保ち、同じ愛を心を持ち、心を合わせ、それぞれ各々の意見があると思います。福音を持っている教会は、福音を持っている人々の集まりは、福音の本質を知っているので、心差しが一つになります。初代教会もそうでした。迫害されたらされるほど一丸となりました。しかし初心の信仰を忘れて、時間が経てば経つほどそのことが弱まり、人のことは見えてしまいます。その人のことは見えてしまって、派閥の争いになってしまいます。この二節のように、同じ愛の心を持ち、心を合わせる花教会の生徒になっていただきたいと思います。また弱い人や傷がある人に福音で手助けをする皆さんになっていただきたいと思います。福音の本質を持って、この
祝福の中にいるよ。祝福します。그길이편하기때문에그러나우리가가는길은오직좁은길이지만오직복음좁은길이지만은그길이주님가신길이기때문에우리는그길을기쁨으로갈수있는것입니다오직예수찬양하면서요기도제목들한번보십시다본질을아는전도제자의기도입니다같이한번읽어볼까요본질을회복하는